小学校で友達と遊んでて、なんか体育館の電気がついてて、それで見学しに行って友達と一緒に始めることにしました。和田東ミニバスケットボール少年なんです。そこまで勝ち上がることはできなかったんですけど、みんなで声を出しながら楽しくバスケできたことです。天竜中学校です。最後の、中大連で少しの点差で負けてしまったんですけど、みんなで最後まで、怪我人の人とかも多かったんですけど、最後までみんなでプレーできたことです。中学の頃に部活で練習試合を見に行かせてもらって、その時にコート内の声とか周りの声とかすごく雰囲気が良くて、自分もそこでバスケがやりたいなと思って入らせてもらいました。先輩後輩仲が良くて、すごいバスケしてて楽しいです。先輩たちと一緒に最後試合できると思ってたのがなくなってしまって、すごい残念でした。3回戦以上勝ち上がれるように頑張りたいです。